おはようございます。今日は鈴木さんの変身企画ということで密着させていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。大学2年の鈴木です。今回はキャンキャンの40周年企画のプレゼントに応募して赤抜け企画に参加します。ちょっと緊張してます。こぶし1個分ぐらい自分でこうやって持ってここで走って、はい、今日ヘアからメイクまで仕上げていただく坂口さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日はどんな感じにする予定なんですか？今日はちょっと割とシンプルなボブスタイルにしようかなと思います。大学生になって周りの友達がみんなおしゃれでメイクとかも上手なので、ちょっと周りの友達みたいにおしゃれになりたいなと思ってボブしました。髪が結構細くて傷みやすいので、それが悩みなのと、前回すごい短くした時にこういうのが幼く見えちゃったので、幼く見えない短いスタイルになるといいなと思ってます。強く見えないけどなんか大人っぽい女性の雰囲気が出たらいいなと思います。よいしょ。これは何色なんですか？結構なんかいろいろ混ぜてます。透明感が出たらいいなみたいな感じですね。とか春夏に向けての。やっぱこうこっくりとかじゃなくて、ちょっと透け感のあるような。スモーキーとかになっちゃう。洗い流さないヘアトリートメントみたいなのはいつもドライヤーで乾かす前にやったりとかはしてます。偉い。もともと前髪だけなんか切ろうか迷ってたんですけど、もっと短くした方がすごいいいよみたいなの言われて、じゃあ全部お任せしますって言って頼みました。いや、応募したことなかったです。そうなんですね。なんでまた？なかなかプロデュースしてもらう機会とかもないし、やっぱりそれこそ周りの友達に影響されて垢抜けたいなって思ってたので、めったにない機会だなと思ってちょっと勇気を持って応募しました。久しぶりに前髪作るのでで一番綺麗な色に仕上げてもらってとても嬉しいです。すごい久しぶりにこんなに短くなって、髪の毛もすごい軽いし、これから家に帰って毎日ヘアセットするのが楽しみです。さっきの部屋に続けて坂口さんにメイクもしてもらいます。よろしくお願いします。少し遊び感のある感じにかっこよくなりすぎないか仕上げたいなと思うので楽しみにしておいてください。普段はシンプルにベージュとか茶色を使ったメイクばっかです。色は使ったことないです。
ファンデーション塗る時のコツとかありますか？コツですか。まあツヤ感はやっぱり継続してやっぱり人気なので、あんまり厚塗りにならない方がいいかな。人によって全然違うんで、やっぱ一色のコンシーラーだと賄えないですよね。だからこういうなんかこう何色か入ってるやつとか結構使いやすいなと。ちょっとオレンジが入ってるやつとか結構無難にみんなに使えるかなって感じです。あとはこの辺でトーンを合わせる。今日はこことここでトーンを合わせてくれる。眉毛の形綺麗ですね。綺麗ですよね。するやつ、これ描くやつか、なんかこう丸く筆でこう。これが平らなやつの方が線がしっかり出るんですよ。取れちゃうんですよね、やって。どうしたらいいですか、取れる場合は。取れちゃうんだったらペンシルの方。ああ。パウダーがなかなか乗らない部分、特に傷跡とか。はなんかこういうペンシルでちょっとそこだけをこんなもんでいいんじゃないかなと思います。優しくないですか。はい。だから全体的に優しく作れば優しくなってきます。今日はアイホールは僕も薄いキラキラぐらいにして、そこですよね、問題は。今回どうやって表現していくんですか？それこそ、なんかこう、際のシャドウでいきたいなと思うんですけど、はい、それをなんかこう、ブラウンでいくと、結構、強くなりすぎちゃうかなっていう目が。今日は、ちょっと暖色を入れたくて、こういうオレンジブラウンみたいなので行こうかなって思ってます。結構な幅こっち塗ってるんですよ。ピンですか、閉じた時に違う幅を塗ってやったの。僕は別にいいと思います。だいたい人って開けてることが多い。閉じて人と話してる人なんで。確かに、ありがとうございます。挑戦したい気持ちはあったんですけど、なんかどう取り入れればいいか、ちょっと正解が分からなかったので、勇気が出ずに。全部やっちゃうとすごいことになっちゃう。ラインも赤、シャドウも赤、まつげも赤みたいになっちゃうと、ちょっと一般的にこう濃くなっちゃうかなって気がする。だから引き算が欲しいですよね。どっかで引くっていう。で今日とかだったらもうラインは引かないんで、で際は二重幅を均等に見せるために塗ってる。すごい色を出したいんだっていうよりは、二重幅を作りたいから、けどブラウンじゃない方がいいかなっていうので、赤み系にしてまつげを少しオレンジで遊ぶかな。遊びのポイントとしては、なんか一番遊びっぽく見えるのはまつげなのかな、今日は。気がします。高橋さん、今日はチークもクリーム、こういうやつですね。かわいい。けどこのちょっとベージュっぽいやつとファンデを混ぜます。で今日はこれをこう入れちゃうとかっこよくなりすぎちゃうんです。縦目に入れると、あと顔の形的に縦にやると重長になっちゃうから、今日はなんかふわっとこう、ふわっと全体的にこう血色を与えます。もう鼻がなんかこの頭は結構高いんです。高い方なんですけど、なんか左右非対称、これもなんかまた左右非対称なんですけど、それが結構メイクするときに気になります。トーンをこっちを下げて上げてもいいのかなと思って。影を作るじゃない。そういうことです、けどやりすぎるとだんだんこう不自然になっちゃうんで、
限界はありますけど、こんな感じですかね。いや、すごい、今までで一番なんか自然な感じで、うんうん、しっくりきってます。はい、すごい大人っぽくなりましたね。リップはね、ベージュっぽいやつかな。あんまり色出さない。でなんか自分ではできない髪型なので。せっかくですからね。はい、ちょっと目に焼き付けておこうと思います。カラーマスカラみたいなのつけるんですけど、なんかそんなに強く見えないし、なんかアイシャドウとすごい色が馴染んでるので、すごいなんか真似したいなってすごい思います。はい、次はお洋服のイメチェンです。担当してくれるのはスタイリストの奥富さんです。はい、スタイリスト奥富です。よろしくお願いします。今回垢抜け企画ということで、本人すごく大人っぽい格好に憧れてるっていうことだったので、大人っぽい衣装をご用意させていただきました。すごく楽しみです。着替えに行ってきます。鈴木さん本人からジャケットなどのかっこいい服を着たいと希望があったので、より今年っぽいジレを合わせました。もともと可愛いフリルが苦手と言っていたんですが、合わせ次第でかっこよく着こなせると思い、あえて袖や首にディテールのある今季トレンドのフリルブラウスを選びました。さらに春らしい軽やかさを出すため、ミントカラーのパンツと抜け感の出る PVC のサンダルをチョイスしました。坂口さん、なんか色のこだわりとかありますか？なんかここはあんまりすごい出したいっていう、少し大人っぽいデビューとかブランスとかレディー、レディー出したい。普段自分で選ぶことのないコーデをコーディネートしてもらって、すごい別人になった気分で、すごい楽しかったです。明日からのメイクで今日教えてもらったことをちょっと実践してみたり、メイク用品とかも買ってみたいなって思いました。この企画に応募してよかったです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。